ある日、あなたが船旅を優雅に楽しんでいる途中、嵐に巻き込まれてしまいました。船が沈む前に、あなたはこれから無人島での孤独なサバイバルに備え、船にあるアイテムを2点持って脱出しなければなりません。また今回、船にある2点のアイテムの他に、1点だけ自分の望んだものを何でも無人島に持ち込むことができます。ただし、自らが持てる、担げるものに限ります。救出がすぐに来るのか、無人島に水はあるのか、食べられる植物があるのか、これから訪れる境遇を全く予測することができません。さて、生き残るためにあなたならどんな選択をしますか。形発表。はい、私1個目、大きめの普通の2個目ラジオ。3つ目本当思いつかなすぎて。ちくわ。すいません、あの好きなご飯。何かなって思ったら思いついたのがちくわだったので、それにしたんですけど。布はなんか寝る時も使えるし、服とかにもできるかなと思って選んで。2つ目ラジオはなんか。つながったら電波がどこにいるか大体わかるかなと思って、なんだろう、ロープとか、なんか野菜の種とか、そういうサバイバル的なものは、私は無人島に行っても誰かが助けに来てくれるかなっていう楽観的な考えなので、こういうちょっと短期的な感じのものを選びます。ちくわは、まあ、確かにちくわはめちゃくちゃ短期的。そうです。いいね、いいね。質問あります？質問。大丈夫。え、ラジオ聞けるの？聞けないんですかね。ちょっと、まあ、ちゃんと考えてなさすぎる。基本無人島やな。でも瀬戸内海でも無人島あったよ。そこも楽観的に聞こえるよ。半径10キロぐらい島も見えへんのかね。あるある、うん、でもそれ無人島、うん、ちくわっていうのが何とも、いいですね、可愛らしい。いいね、俺ちょっと見間違いかと思った。わかんない、その答えでほらちょっと恋しちゃう人もいるかも。それはすごいですね。家庭的な感じがしますけど、ね、かわいい。はい、じゃあ次、じゃあこう待ってきます。原作最後に、原作最後に、じゃあダジいただきます、はい、じゃん。ちょっとすいません、めっちゃ薄いんですけど、はい、テントとペットを選びました、うん、で、なんか自分一つ最後何かなと思ってマッチにしました、うん、で、まあ、テントはそのなんか布団とか考えたんですけど、虫とかいる可能性もあるなと思って、虫除けとかもあったんですけど、テントって風よけにもなるし虫よけにもなるし、いろんな用途で使えるなと思って、テントさえあれば僕多分寝れるなと思ったんで、すごく寒くなければ。でペットっていうのはペットあったかいかなと思ったりとか布団で、しかも結構なんか寂しいじゃないですか、やっぱり。でもペットいたらちょっと 1.5 倍ぐらいテンションが上がるなっていうのと、あと僕は最終的にもう本当自分が困ったら食べようと思って、ペットって言ってって書いて、それは本当にね、あのありがたくいただこうかなと思って、うん。でと、まあ、マッチはやっぱその火とかを使って水とかもこう蒸留、あのろ過してやったりとかするときにあんま時間がないと思うんですよ、その元気な時間って。で火起こしてる時間ってものすごい時間かかるんで、マッチですぐやっていろいろ作業取りかからないと多分無理だなと思ったので、で、まあ、焼くためにペットを焼けるし、火あってさすがに生で食えんのでなんかちょっと焼けるかなと思ったんでマッチにしました。はい、なるほど。質問とか、異論反論、オブジェクション、大事。どうやって捌くのかな、うん、確かに。あ、丸かじりや。丸かじりです。油で揚げようかな。まず、内臓から、ね。あ、なるほど。これ、犬と猫なら、どっち？自分、犬飼ってるんで、そのちょっと大きめの犬なんで。犬、うん、そうなんですね。あの、ゴールデンレトリバーを食べる想像で。火事が起きたら一番最初に連れ出すものエールつってたのに。でもまあ食べる、それはもうすごい。助けるけど、あとやっぱ愛情かけて育ててるんで活力が。最後は僕がいただくという形で終えたいなと思いました。なるほど。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、タグミ。
ちゃん。自分はペットと、うん、ペット布団とリトル。でまずペットは、うん、あのペット飼ったことないんですけど。飼ったことない。まあ、だけどやっぱなんかその一人だけっていうのも。やっぱ飽きちゃうのかなっていうのがあって、なんかその構ってくれる犬とか猫がいたらちょっと楽しいのかなって。まあでも全てもう YouTube からしか学んでないんですけど、まあ可愛いから。え、何がいいの？犬がいいの？猫がいいの？なんか猫の方があんま食べないかなっていう、なんか雑食なイメージがあるので、まあ、猫の方がいいのかなって。あとその構われすぎても困るので、まあ、程よく距離のある猫すごい。で、程よく距離がある。で、2つ目が、まあ、布団と枕。これはね。まあ、これはもう、やっぱり寝ることが、やっぱ一番の幸せだと思うので、その、いかにその質を保てるかっていうところは、無人島に行っても、まあ、確保したいところですね。で、最後が、まあ、もう一個持っていけるとしたら、まあ、ピストル。やっぱりその、自分に危機が起きた時に、何かその、対応できる。例えば、巨大な、大蛇が来るかもしれないですし、巨大なクマが来ても身も守れる、かつ本当に生きるのが苦しくなった時にやっぱ即死できる。そういうこと。自分自身が即死できるっていうので、やっぱりその楽に、そのそこでもうそこで生きるっていう方法しかないっていうところの選択肢としてこの3つを選びました。死ぬこと考えたんだ、ピストルで。最後、最後の最後、え、なんかそのすごい印象に残ったのが、その 9.11 の、 あの同時多発テロの時にも、そのビル群に巻き込まれて、まあ、中で生きてる警察官が、まあ、でも瓦礫に下敷きになっちゃって苦しい、もう体がぐちゃぐちゃで苦しいみたいな時に、楽に死ぬためにピストル使ってたのを見て、やっぱりその最後はその痛く死ぬよりもその楽、気持ちよく綺麗に死にたいなっていうところでピストル、最後の一発だけは必ず残しておきたいなと思ってます。すごい、うん、なるほど。以上です。すみません。ゆきひろさん、お願いします。うちは浮き輪とロープと旗。浮き輪とロープ、あと旗。もうすぐに逃げたいので、この3点セットで。すぐ脱出、うん。浮き輪があれば、まあ、海は一応さまよえるので、うん、ロープは救出来てくれた時のために、うん、あのやる感じで、旗も同じです。旗はあの目立つようにってことですね、日中とか、うん、でそれでもダメなら浮き輪で逃げちゃう。浮き輪で逃げちゃった。強さがあるから、大きめの。まあそうね、早めにとりあえず逃げようっていう選択肢ってことか。この3点しか思いつかない。なるほど、3点しか思いつかない。旗っていうのがすごいね。面白い。はい、僕砂糖、大きめの斧ですね。おお、いや、これは、まあ、砂糖、砂糖ですね。純粋にこの中にあるもので、生きていくのに必要かつ島でおそらく生成できないものを選びました。塩分は多分少なくとも海水から取れるので、まあいいかなと思ったんですけど、砂糖は多分生きていくのに必要なんですけど、ただ多分サトウキビが入ってない限り自分じゃ作れないかなっていうところがあって。甘党なの？いや、多分砂糖内で多分脳が動かなくなるかなっていう想定ですね。あとまあ布は、まあ、いろいろ用途がいろいろ広がるので、なんかロープとかやって布の方がいいかなっていうのと、まあ、斧なんですけど、うん、はい、斧があればなんか物切ったりできるので、その切って何かを作ることができるから、浮き輪とかよりもしかしたらイカダを作ることもできるかもしれないので、そういう意味でこの3つ選びました。なるほど、そうなんだ。砂糖っていうのが面白いね。なんかパイナップルとか生えてそうなのかなと思ってたり。生えてればいいんですけど、ただ腐ってたりしたら食べれなかったりするかなみたいな。そうそうそう、いう感じですよね。大きめの布か、大きめの布に入ってます。そうですね、うん、
いろいろ使えるかな。意外と人気ですね。大きめっていうのは何に使うの大きめの布って。布団、やっぱ布団が布団あるのに大きい。そうだから布だから多分あれなんだよ。布団以外にも例えば、なんかそれこそ旗にもできるし。ああ、旗ができちゃったね。そう、旗にもなるし、あとこうちょっと紐状にすれば、なんかこうくくったりするのとか、あと火起こしにも使えるかなみたいな。そう、なんか木をこうわーってやってこう布につけるみたいな、いろいろ用途が広がるなっていうところですね。同じ考え。それも同じです。もし出てくるんであれば、はい、では現校長はまずロープが必要やな、で、アミか浮き輪かって思った時に、浮き輪って書いてるから普通の船の救難の浮き輪やったら空気が抜けへんから、それやったら浮き輪かもしれないし、で、網はどれぐらいの網かによるけども、網があればほら魚が取れるやろし、でプラス何が最後欲しいってサバイバルナイフ、それで木の幹掘ったり、例えば大体無人島だって木がなるとかあるんやから、まあ、ロープいうのはそこで登れるやし、道具にもなるやろし、っていう部分で、も多分ロープってもやい結びしてるから3本ぐらいに分かれたら、やっぱりいろんな小道具として使えるよなっていうとこやろな、まずあの消耗品はダメやろし、で現実的な本とかは何のあれにもなれへんから、サバイバルで考えたらやっぱりロープ、網、釘かってどれぐらいかなと思って、大きけりゃ一つの槍にもなるやろし、まず食べ物の補給やろな。自分で狩るってことですか。当然海がある限りはそこには魚おるから、で貝もおるやろし、すごい現実的に考えて、そう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 、で必ず無人島やけども、あの木はあるから、その上に実もあるやろしとか、で木をほじくらい水も出てくるやろしとかで思ったら、この中の限定がそれしかないな。あのこの5人の話を聞いて、たった1人を連れて行けて一緒に行くところのために連れて行ってもいいのは誰でした。あ、この内容で、そうみんなの意見を聞いて、帰って連れて行ったら2分の1の食料を与えらなあかんし、面倒見ること比べたら1人が一番生存確率は高いな。高いですね。2人やったら早いと思うわ。でも僕の場合はペットがいますよ。一緒に食べれますよ。ペットは食べられへんわ。面白い。あのこれなんかほら男女の会で、男性がみんなこれを答えて、そのシンデレラの女性がその中から男性を選ぶっていうのが面白いかもね。やってもらいたいけど。これを聞いた後で誰を選びますかって。確かに。どの人と行きたいですかって。いや、それはちょっと視聴者にね、どの人と行きたいかっていう。面白い。